はい、こんにちは、グリードです。今日はね、世界で今一番熱い無料バトロワ FPS コールオブデューティーウォーゾーンについて語らせてください。最近ね、僕もねウォーゾーンばっか遊んでるんだけど、いや改めてこのゲームめちゃくちゃ面白いなと思ってね、ちょっと動画で語ろうと思います。最近のツイッチではね、あのバロラントやエーペックスを抑えてかなりの数字を集めてるウォーゾーンなんですけど、いやなんかねウォーゾーン1のこう盛り上がりが戻ってきた感じありますね。今日の動画の本題に行く前に先に言っておくと、やっぱりこのゲームは日本人にとっては人を選ぶゲームだと思います。まあその理由としてはやっぱり文化の差があります。最近バルダーズゲート3っていう RPG が出たじゃないですか。でそのこの年の一番の神ゲー中の神ゲーを決めるね、ゲームオブザイヤーに圧倒的評価で1位になったんだけど、日本人からしたら、は？何それ？バルダーズゲート？なんだそれ？みたいな。やってみたけどいまいち面白さがわからんみたいな、雰囲気があったんですよね。っていうのも、そのバルダーズゲート3っていうのはもうゴリゴリの洋ゲーで、 TRPG っていうね、アメリカ文化の中でもともと人気だったジャンルをね元にしてるから、まあ向こうでは人気なんだけど日本人からしたらなんだそれっていう感じなんですよ。でね、最近の COD っていうのはやっぱりこう銃だったりリアリティ、戦争、やっぱりこう海外で人気な文化がメインのゲームになっていってるので、やっぱりちょっと日本人にとっては人を選ぶゲームになってきたなと思います。まあもともとねアメリカのゲームだから、そんな向こうは日本人のことなんて何も考えてないとは思うんだけど、日本人からしたらさ、やっぱり銃って全然身近なものじゃないし、戦争映画もそんなね日本だと全然ないし、あのいわゆるバンバン撃ち合うような、そんな文化の差があるので、正直今の COD もバルダーズゲートみたいに日本人にとっては人を選ぶゲームになっております。そんな前置きを話しつつ、このゲームの面白いところ、注意点で日本でのちょっと課題みたいなところを話しましょうか。まずこのゲームの面白いところですね、やっぱり現代戦、現代武器、銃、そしてスピーディーなバトロワっていうところですね。今の COD はね、もう武器が100種類以上あって、でもうカスタマイズがものすごい細かいんですよ。だからね、もうこう例えばさ、映画のジョン・ウィックで登場する武器を再現したりとか、ね、米軍が使ってる武器を再現したりとか、まあそんなことも簡単にできちゃうんですよ。自分好みの銃にカスタマイズして暴れることができる。まあこれはやっぱり一番になってきますね。そしてやっぱそのスピーディーなバトロワっていう部分、もうすぐね、あのランクモードの方も実装されるんだけど、まあこのゲーム、あのカジュアルの方がすごく人気で、立ち回って1位をしっかり目指すバトロワというよりは、もうとにかく動き回って自分の好きな武器で敵を倒しまくる。まあそれが醍醐味のゲームですね。バトロワの一番のさ、醍醐味って、まあこの一回死んだらね、復活ができないこう緊張感という部分にあると思うんですが、まあこのゲームは基本的に復活がすごい何回もできるっていう、それバトロワっていうのかっていう部分でもあるんですけど、やっぱりそこが人気ではあります。でね、ここもね、ちょっと文化の差があるのかなと思うんですけど、やっぱりね、日本プレイヤーと海外プレイヤーを比べた時に、海外プレイヤーの方がすごくアグレッシブです。動き回ります。まあぶっちゃけ言うと芋が少ないです。これに関しては昔からそうなんですけど、日本サバに行った時と海外サバに行った時に全然雰囲気が違うんですよ。やっぱ日本サバは展開が遅かったり芋が多かったりします。まあこれはそれが悪いとかそういうわけではなくて、もうなんだろう、多分文化的な差というか、日本人はどっちかっていうとこう丁寧に立ち回るっていう人が多いのかなと思います。アグレッシブに動き回ってこう敵を倒しに行くっていう、この海外プレイヤーのスタイルにこのゲームはすごく合ってるからこそ海外でヒットしてるのかなって思いますね。その海外プレイヤーとさ、日本プレイヤーの差っていうところで、これね競技レベルでもそうだったんだけど、まあ僕がその COD の選手としてアメリカにさ、出張っていうか遠征に行って現地でキャンプをしたんですよね。でその時にこうアメリカプレイヤーと対戦してて、現地のねアメリカ人のコーチの方にねちょっと教えてもらったんだけど、そこで言われたのがね、あの日本プレイヤーは遅すぎるって言われたんですよ。もう判断が遅いっていう、まあそれは僕らに対しても言ってきたんだね。その競技レベルで日本だとまあ活躍できてたけど、やっぱり世界に出てみるとめちゃめちゃ動きが遅いって言われて、だからね、あの FPS においての根本的な考え方っていうのがやっぱちょっと違うのかなっていうふうに思いました。ちょっと話が脱線しましたが、まあこのゲームの面白いところをおすすめできるポイントとしては、まあ、現代武器を自分の好きなようにカスタマイズして、ね、敵を倒しまくれるというか、何回も復活して、バトロワだけどこうスピーディーな試合展開があるっていうところですね。次にこのゲームをやる上での注意点があります。ちなみにここでも文化の差が絡んできます。
このバトロワ、ウォーゾーンっていうのは海外だとやっぱパーティーを組む人が多いです。対して日本はソロでやる人が多いです。他のバトロワでも言えることだと思うんですけど、やっぱりパーティーの方が面白さが全然違います。まあこれもこのゲームに対してもそうです。もちろんソロでプレイすることもできるし楽しいんだけど、日本人がソロでやる場合注意点があって、まあ海外プレイヤーとさ、パーティーになるじゃないですか。そこでね、海外プレイヤー、さっき言った通り、まあ基本的にアグレッシブに動きたがるんですよ。勝手にどっか行ったりします。だから、よくあるこう、日本人的な考えで言うと、いや、しっかりとパーティーなんだから同じように動かないと。ね。連携取らないと。なんで勝手に一人でどっか行っちゃうの？っていう考えを持ってるとめちゃくちゃイライラします。そこは本当に注意です。まあこれはね、だからやっぱり結構日本人のその一緒にね戦おうよっていう考え方と海外の好きに動き回る考え方でやっぱり差があるのかなっていうふうに思うので、まあそこは注意ですね。なのでできるだけパーティーでやった方が面白いですね。ただね、ソロモード向けのモードがあります。で、僕もね基本的にそっちをプレイしてます。このゲームは通常のバトロワの他にリサージェンスモードっていうね、復活が何回もできる狭いマップで戦うモードがあるので、基本的に僕はそっち一人で遊ぶときは遊んでます。何回も復活できるから、まあ、ずっと戦闘してるような形で、いやこれが面白いんですよね。まあ、それバトロワなんかっていう感じではあるんだけど、少し前にさ、Apex の方で3ストライクっていう復活があるモードが追加されたけど、まあ、それの元になったっていうか、まあ、エペがパクったとも言えるかもしれませんが、まあ、オマージュされた、モードであります。最後にこのゲームを日本人に進める上でのちょっと問題点があるんですよ。課題点かな。最近ね、僕の視聴者さんもついに25から34のアラサー以降の視聴者さんが 50% 以上になりました。今の日本 COD ってね、もうほとんど社会人なんですよ。もう社会人って当たり前だけど時間がないんですよ。ゲームする時間がなくて、でさらにはバトロワなんて一試合長い時間かかるゲームなんていうのはもうできる暇がないっていう人がほとんどなんですよね。まあみんなね、いつかはすぐ社会人になってしまうので、ゲームする時間は少なくなると思うんですよ。でじゃあ一試合の時間が短いマルチプレイヤーの方を進めるかって言われたら、マルチプレイヤーの方は日本の円安のせいで今後どんどん高くなっていく、日本だけ高くなっていく可能性が大でして、まあすでにもう日本だけ1万ね、通常版で1万ぐらいになってしまったから、これはなかなか新規ユーザーには進めにくいっていうゲームになってしまってるんですよね。このままね、円安が、まあ長期的に見て確実に円安は進むと思うのでね、2025年とか、なんかもう2年後とか、もう下手したら日本だけ1万5千円通常版ね、なってる可能性も、いや、なくはないのかな、みたいな風に思っちゃったりもしてるので、無料のバトロワの方が気軽に、とりあえず新規の人は始められるし、まあ、やっぱそのリサージェンスとかだと、1試合がそんなに長くない、15分、早くて15分とかだったりするので、まあ、結構マルチプレイヤーに近い感覚でプレイできるから、ひとまず、ウォーゾーンリサージェンスモードとか、進めていこうかなと思っております。以上が今世界で一番熱い流行ってるバトロワゲーム、ウォーゾーンについてでした。まあね、かなりやっぱりこう文化の差っていうところは大きいと思います。特にだけど、最近特にその差が開いてるのかなっていう風に感じるんですよね。いや、これね、配信でもちょっと話したんだけどさ、最近の子ってさ、もうテレビあんまり見ないじゃないですか。テレビ見ないことによって、なんかこう、洋画とかさ、ね、海外ドラマ、映画とかあんまり見なくなってきたのかなっていう風に思うんですよ。僕らがさ、ちっちゃい頃ってさ、テレビつけたらなんか火曜劇場みたいな感じでさ、洋画ね、コマンド、ターミネーターとかやってたりしたから、あ、結構銃バンバン撃つような洋画見たりしたので、あ、そこで結構銃好きになったな、みたいなこともあるんだけど、最近の子って本当にそういうのもないのかなっていうふうに思ったりしてるんですよね。まあいろいろ喋りましたが、まあ最近のウォーゾーンはね、前作よりかなり面白くなってるというか、もう僕ね、ウォーゾーン1よりも面白いと思ってるんで、まあそういうウォーゾーンが好きになりそうな人に届けばね、いいなと思っております。今日はこんな感じで動画終わりたいと思います。配信でウォーゾーンとやってるので、ぜひ注目見てきてください。お疲れ様でした。ちょっと忙しいわね。あのさ、自己素持ってるじゃない？いいわね。うわぁ！あれ、見つかっちゃった。うわぁ！おぉ！おぉ！面白え、このゲーム。
あぶね。オッケー、みんな自己創生持ってないやちょうど。いた。すえー、ああマジで。3勝目か今日。GG。